はいさいぐずよ中うなげのみだ、関西ユンタンジャ協議会の松田やいび大湾三中城の三名のうなとびしか、もうお盆ですとかね、はい正月には帰ってきたらいろいろその関西にいる、ユンタンジャの皆さんの活動の報告をしながら、はい、またいろいろですね情報交換するということで、うん、まあいろいろFM 読谷の方にも出させていただいて、はいマジョンいろいろ話をですね盛り上げていきたいなと思ってます、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。いやでもまあちょこちょこねお帰りになられてるんですけど、うん、番組のタイミングが、なかなか合わない時もありますが、番組的には多分去年出演した以来かなと思うんですけどね。あんやったね。ぜひ、まあ、またいろいろとね、関西の情報をお話しできればいいな、はい、と思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。でも関西、まあ、読谷協議会、うんまあ、普通沖縄県人会とかね、うんうんいろんなところにこうあるのはよく聞くわけなんですけども、おそらくラジオ聞いてる皆さん方でもまだまだね、あれ関西読谷協議会というこういうのがあるんだなと、あたんばえとかね、ある思ってるからいるさんじゃないかなと思いますけど、今現実、まあ、会長を、まあ、松田さんにやっていただいて、うん、であれですか、会員の皆さん方とか何名ぐらいとか今は現状ちょっと伺いたいんですけど、今今年で32年になります、うん、あはい、すごいですね。まあ、一時期ピーク時はだいたい200世帯の250名ぐらいいらっしゃったんですけどね、はいはいはい、もう32年になるとその設立当時の先輩方が世代交代で、ね、お世代交代ですよ。天雲やむんとかですね、はい、いろいろ病院行かれたりとかですね、はい、そういうことでだいぶですねこうその今世代最初の高速の皆さんの中で、うん、今ちょっとその世代交代してますよ ね、 そうですね。今現在はだいたい110前後ぐらいの世帯で、うん、会員としてはやっぱり昨夜30、40あなるほどいう形でちょっと減ってます、うん、あなるほどね現実は、まあ、どんなものもそうなんですけど、うん、やっぱ魅力あるグループね、うん、団体活動をしていかなければなかなか行こうよっていう感じにならないはずですからね。あ森内はそういうことよ、ね、確かにそうだよな、うん、みんな仕事万事だからね。そうそうそう、ましてはこう沖縄にいて実家で暮らしてる人たちだったらなおさらのことですけど、うん、やっぱり自分で生活をしてるね、うん、関西にいらっしゃる皆さん方ってなし高頑張ってると思うんですよ、うん、そうそう、そういう環境の中でね、やっぱりでもそこをこう心の拠り所になれるような、まあ、会にしていきたいというのが、まあ、会長の思いでしょう、やっぱり、ね、はい、まず我々よ読谷協議会の役割はね、うん、大きく2つあって、うん、1つはよ、ええ、まず関西にいる読谷中、うんうん、関西で生まれ育った読谷中、うん、読谷のことあんまり知らないわけですよね。あそうか、 その皆さんに読谷の魅力を伝える、そうすることで関心を持ってくれるさ、うん、そういうまず会員に対して、うん、まず協議会の会員の皆さんの、はい、ワランチャーウマガルチャーに魅力をこう伝えて、なるほど、はい、自分のルーツはこういうとこだったんだ、関心を持ってもらう活動をまず重要で、うんうんうん、でそれで もちろん読谷村役をはじめ、ね、はい、FM 村長皆さんに協力いただいて、その、うん、読谷の魅力、うんうん、昔も いっぱい魅力があったけど今も魅力あるさ、うんうん、確かにね、読谷ができたりとか いろんなものができたりする、うん、そういう魅力を、うん、生の読谷を寝るやんろって、うん、あい面白いですねと、そういうものを伝えながら、はい、若い人たちをこう、うん、まあ、こう関心をね、うんうん、いやこう引き寄せるきっかけになればなと、うん、なるほど。それあともう一つは、うん、読谷中じゃない人でも、うん、読谷湾を作ることなんだった教育会の目的が。なるほどなるほど。今ご存知のように今石峰村長になってからな、村品だとかいろんなものを、ね、村外に県外に売って出ようとしてるさ、はいはいはい、またそれもまたできる限り、まあ、微力ながら応援したいと思ってるんです。そういうことで、まあ、読谷湾ができれば、うん、読谷の村品を買ったり読谷にね観光で来てもらったりとかするさ、うんうんうん、そうですね、まあ、我々協議会は2つ、うん、大きく2つこの役割があると思ってね、うん、活動してます。なるほど、はいはい。